何？じゃあ、はい。今パッて思いついた話題1個挙げてください。今パッて思いついたのは性器の話なんだよ。男性器とか女性器とかの性器。あは好きです。付き合いたいです。あの話の流れから俺告白されてる。アキはもしかしてイケメンは無理って人？いや、むしろその逆です。イケメン無理って人が無理ってことです。あ、じゃあ例えばチンピラって絶対チンピラじゃないですか。だから要はイケメンっていうのはイケてるいろんな物事から影響を受けてイケてるセルフプロデュースをした結果成り立つ一つの作品だと私は思うんです。でそれからあ、なんかせっかくだしここに座んないみたいな、なんかそういう一言があったらどうですか？あ、じゃあいいですよみたいな。相手の子がね。基本的にとかじゃなくて普通みんなそうだから。はい、すいません。いや、すいませんじゃなくて。あのさ、ハンバーガーって食べ物の中でもかなり明るい方の部類の食べ物だなって私は思うんだけど、どう思う？